こんにちは、ミッキーです。近年、東京のブルックリンとも呼ばれ注目を集めている蔵前エリア、浅草から歩いてたどり着ける立地ということもありまして、東京へ観光に来た方々の宿泊場所としても人気の高いエリアです。そんな場所だからこそ、朝からお得に楽しめるカフェも多く、浅草周辺のレトロな空間とはまた一味違った海外風のおしゃれ空間を楽しめるところも魅力です。コロナ禍が明けて以降はよりその注目度も高まってきており、今回ご紹介するお店もほとんどが令和以降にオープンしたお店。ものづくりの街蔵前としてもう一つの顔を持つエリアだからこそ楽しめる素敵なカフェの数々を、ぜひこの春の季節に楽しんでください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず初めにご紹介しますのは、ブルーの外壁とウッドの大きな扉が目印のフェブスコーヒー&スコーンブルッカ店でございます。こちらは2023年9月に誕生しましたボタニカルカフェです。こちらの店は浅草の人気カフェフェブラリーカフェが運営しておりまして、同じく浅草で人気のお花屋さんアンベールとコラボレーションしたアンベールブルッカという観葉植物専門店が隣接されています。フェブラリーカフェとアンベールの浅草での交流があったことがきっかけで、フェブスコーヒー&スコーンブルッカ店がボタニカルカフェとして生まれたとのこと。ボタニカルカフェというコンセプトの通り、至る所にグリーンがたっぷり配置されまして、ゆったりと落ち着ける雰囲気の店内では毎日スコーンやプリンが焼き上げられています。店名にもあります通り、こちらの店はスコーンがシグネチャーメニュー。オーソドックスなプレーンのスコーンをベースに、桜あんバターやピスタチオ×ストロベリーなど季節ごとのスペシャルなメニューもお目見えしていました。同じく店内のコンベクションオーブンで焼き上げられます焦がしキャラメル濃厚プリンもこちらの店を代表するメニューになっています。生クリームと桜あんぼが乗っかった昔ながらのプリンになっていまして、ほろ苦いカラメルソースが昔懐かしい味とのこと。もちろんスコーンもおすすめですけども、こういったカフェメニューもコーヒーと一緒に味わっていてほしいです。今回はモーニングの時間に訪れましたが、8時半から11時半の間に提供されますモーニングメニューの中からスコーンセットを選びました。スコーンにクロテッドクリーム、蜂蜜が添えられたプレートにコーヒー、紅茶、カフェラテなどのドリンクを1種類加えることができます。こんな形で店頭ではスコーンがディスプレイされていまして、こちらテイクアウトでも購入することができます。そんなスコーン、外はサクサク、中はしっとりの食感でございまして、注文したスコーンセットではプレーン、クランベリー、ナッツの3種類から選ぶことができました。そして追加スコーンというプランも用意されていますので、先ほどご紹介しましたプレーン、クランベリー、ナッツ以外に気になるスコーンがありましたら、プラス250円で別の味を試すこともできます。この日もせっかくなので一つ追加で注文しまして、こちらの抹茶のスコーンを注文しています。そして今映像で映してますけれども、スコーンセットにつけてくれますカフェラテもラテアートがとても素敵で、コーヒー豆自体もフェブラリーカフェの自慢のコーヒーになっていますので、ぜひともスコーンと一緒に味わってみてほしいです。ちなみにこちらのモーニングセット以外にもエッグポテトセットとドリンクのセットというモーニングメニューもございまして、卵をトッピングした熱々のマッシュポテトが魅力なメニューもございました。他にカフェタイムではクリームソーダが注文できたりとか、この日の季節のメニューとしましては、いちごのアラモードとか、いちごのアンホイップといったメニューもございました。また、他のセットメニューとしましては、スコーンとプリンとセットドリンク合わせて2300円でいただくことができるメニューもありましたので、先ほどからご紹介していますスコーンの魅力とプリンの魅力、そしてコーヒーの魅力、すべてを味わうといった選択肢にも選んでみてほしいです。また、スコーンを使ったフードメニューとしまして、ビスケットサンドというメニューもございまして、ビスケットでお食事系の具材を挟んだランチにいただけるようなメニューもありましたので、ぜひそちらも注文してみてほしいです。続いてご紹介しますのは、ソルズコーヒーロースタリーさんでございます。浅草橋駅、蔵前駅からオフィスビルと昔ながらの商店が混在する道を歩く中で現れます隠れ家的な空間がこちら。毎日飲んでも体に優しいをコンセプトに、
コーヒーのある暮らしを提案する自家焙煎のコーヒーショップです。ソル、SOL はセレンディピティオブライフの頭文字を取っているとのこと。こちらのインパクト大な焙煎機で日々美味しいコーヒーを提供してくれています。セレンディピティというのは、別のものを探しているときに偶然に素晴らしい幸運に巡り合ったり、素晴らしいものを発見したりすることのできる、その人の持つ才能のこと。今回ご紹介するソルズさんのように、ふと立ち寄ったコーヒースタンドでコーヒーの美味しさや天気の良さ、そして日々の小さな幸せに気づくことができるような、そんな素敵な光景を思い浮かべることができます。ホワイトベースの木材がふんだんにあしらわれた店内には、先ほどご紹介した焙煎機がどっしりと構えています。席の数はそんなに多いわけではないんですけれども、カウンター席とテーブル席が用意されていまして、カウンター席ではお一人様でも楽しむことができます。扉を開けますと、フードのいい香りが漂ってきます。自家焙煎のコーヒーは、毎日飲んでも体に優しいのコンセプトの通り、一口飲んだ瞬間に体に馴染むような優しい味になっています。また焙煎機があることからもわかるかと思いますけれども、焙煎過程にもとても手間がかかっています。取り立てで1年以内の新しいコーヒー豆を焙煎し、一晩寝かせた後に水分を安定させ、翌朝形の良い豆や焦げた豆を手作業で取り除くようなハンドピックといった工程も加えていますので、まさに雑味のないクリアな味わいとしてコーヒーをいただくことができます。この日はサバサンドとアイスカフェラテを注文しました。こういったサンドイッチ以外にもスコーンの提供もございまして、いずれも優しい素材で作られた自家製のメニュー。日によってはすぐに売り切れてしまうこともあるようなので、その点はご注意ください。続いてご紹介しますのは、2023年5月に蔵前の鳥越神社横にオープンしたおしゃれな空間、アーチでございます。外観はまるでおしゃれなインテリアショップ。一足足を踏み入れますと、暗めで落ち着く照明の店内に、店名の通り壁やソファー、カウンターなど、店内のインテリアの至るところにアーチのようなモチーフを発見することができます。こちらの店では、エスプレッソベースで提供されますコーヒー系ドリンクやジュース、紅茶の他に、ワインやビールなどアルコールドリンクも用意されていますので、少しゆっくりしたい夜にもフラッと立ち寄ることができます。お店の営業時間としましても、平日は朝10時から23時まで、土日に関しましては朝8時半から夜の23時までやっていますので、とても長い時間運営しています。なので朝活にもおすすめですし、蔵前周辺で夕ご飯を食べた後のひとときとしても活用していただきたいような、そんな場所になっていました。もちろんコーヒーも抜群に美味しいんですけれども、注目なのはフードメニュー。シナモンがしっかり効いたキャロットケーキやチョコレートブラウニー、チーズタルトなどスイーツ類も充実していました。また店内のインテリアや空間自体はもちろんのこと、提供される食器類も注目。ドリンク類が提供されますマグカップは、大ぶりなハンドルが目を引くおしゃれなデザインになっているとのことでした。国内の陶器作家さんによる作品でございまして、ハンドルの持ちやすさと口元の薄さなど、一つ一つが丁寧に作られておりまして、美味しいドリンクがさらに来たとのことです。今回はアイスのメニューいただきましたので、そちらの陶器とはまた違ったおしゃれなグラスでいただいたんですけれども、別の機会がありましたら、またそちらのマグカップに注いでいただいた美味しいコーヒーメニューをいただきたいなと思いました。さて、他に注目すべきは、店内でも特に目を引くこちらの大きなスピーカー。シアターなどでも使われていたというアルテックというブランドのもので、荒々しいけれども力強い音がジャズによく合うというスピーカーでございます。時間帯によってはレコードをかけていることもあります。そういった音楽を通してゆったりとした時間を過ごしてほしいという思いで、スローテンポのジャズを中心に選曲しているとのことです。さて、この日に注文しましたのはこちらのアボカドトーストとアイスラテ。今回はオーツミルクのオーツラテを注文しました。アボカドトーストは、薄くクラッカーのようにカリカリに焼かれたフランスパンの上に、緑の彩り豊かなアボカドが1/2個ぐらい贅沢に盛り付けられていました。上に添えられましたピンクペッパーとディルもおしゃれでございまして、見た目もボリュームも大満足の一品。オーツラテに関しましても、おしゃれなグラスにオーツミルクとエスプレッソのグラデーションがとても美しく、味自体も抜群に美味しかったです。スイーツとしましては、チーズタルトが人気メニューとのことでございまして、バターが香るサクサクのタルト生地に、トロッとしたカスタードクリームとクリームチーズが2種類乗った贅沢な一品になっているとのことです。
続いてご紹介しますのは、蔵前からトランスパレンテ・ラ・カントリナさんでございます。こちらは2023年4月に誕生したばかりの注目ベーカリーになっています。中目黒や学芸大学などにお店を構えますトランスパレンテさんが満を持して東京下町エリアに出店した店舗はこちらでございます。大型複合施設でございます蔵前 JP テラスの1階にオープンしまして、周辺にお住まいの住人の方々やオフィス勤務の方々からも愛されている店舗でございます。店名に含まれますラ・カントリーナはイタリア語でハガキという意味でございます。こちらが入っています JP テラスが日本郵政のビルであることから名付けられているのかなと感じました。そして魅力は何といっても豊富な品揃えで、全て手作りの出来たてパン。イタリアで修行したシェフが2008年に中目黒の商店街でオープンし、今や13店舗にまで拡大したトラスパレンテさんは、以前のお店もオールスクラッチ製法で全て店内製造しています。ハード系からスイーツ系まで約100種類近くもラインナップしておりまして、少量ずつたくさん焼き上げてくれているところは特にお勧めすべきポイントかなと思ってます。開店から閉店まで常に焼き上げてくれているイメージでございますので、皆さんが訪れたタイミングごとでまた違ったラインナップを楽しめることができるのもおすすめなポイントです。人気のメニューの一つはフルーツが乗ったミニデニッシュのガティというものでございます。洋梨、オレンジ、イチジク、アンズ、チェリー、リンゴと全6種類ございまして、その日ごとで店頭の種類も変わるようでございます。そんな中、この日いただきましたのはトカチサンオグラのアンバターサンドとマンドレ、ほうれん草とモッツァレラのパニーニ、そしてドリンクとしましては抹茶ピスタチオをいただきました。アンバターサンドに関しましては、イタリアのパンチャパダに粒あんと無塩タイプのバターを挟んだ食べやすいサイズの一品、マンドレはクロワッサンにたっぷりのカスタードを挟んだ一品、パニーニはとろりとしたモッツァレラチーズとほうれん草がマッチしたイタリアンな味わいのパンになっていました。続いてご紹介しますのは、2020年10月にオープンしましたプリティーグッドコーヒー&ドーナッツでございます。日本でも数少ない揚げたてのドーナツが楽しめますプリティーグッドさん、こちらも朝8時からやってますので朝活にもおすすめです。浅草橋と蔵前の中間に位置していまして、隅田川沿いの散歩がてら立ち寄るにはぴったりのロケーションになります。こちらの店はアウアという複合スペースに入居しておりまして、コンセプトはアンビバレント。アンビバレントと言いますのは、相反する感情や価値が同時に存在することを示しておりまして、人それぞれ正解や良いという感性が違うように、会う人にとってこちらのアウアは体を休めるホテルであり、ある人にとっては都会の余白、またある人にとってはとっておきのカフェタイムを楽しめる場所であり、ある人にとっては人と出会える交流の場所、そんなイメージを体現しているような場所になっています。座席は全部で30席とのことで、とても多いというわけではないんですけれども、座席自体がとても広々としていますので、思っている以上にゆったりと過ごせるかなと思います。またソファー席等もありますので、意外と複数人で訪れた場合にもゆったりと過ごせます。また電源や Wi-Fi も完備していますので、ドーナツを片手に作業もすることができそうです。またこちらのアウアさんは、長年カバンの製作や修理に携わってきた企業が業態変更しているということでございまして、2019年にホテルをオープン、こちらの店はその一部としてその翌年にオープンしています。ホテル自体もとてもおしゃれになっていまして、結構カジュアルな雰囲気になっているので、アートも感じることができますし、おしゃれでありながらもどこかくつろげるような、そんな空間作りがされているなと感じました。もちろん店名の通りコーヒーとドーナツが注目ですけれども、自家製食パンで作りますサンドイッチや全国各地のクラフトビールなど多種多様なメニューが提供されているとのことです。ちなみにマーケティング担当の宮林さんという方によりますと、ドーナツとコーヒーを店の看板商品に選んだのは、この辺りが昔から続く問屋街で、働いている方や住人の方の年齢層が幅広い点に注目したとのこと。そういった環境を踏まえると、どの世代にも愛されますスタンダードなスイーツでありますドーナツがぴったりだと考えたところから始まっています。最近流行りのイースト系のドーナツではなくて、昔ながらのオールドファッション系ドーナツをメインに提供することを決めたのも、そういった理由が背景にございます。ご覧のようにたくさんのドーナツが提供されていまして、季節ごとのシーズナルフレーバーを含めまして常時6種類ほど用意されています。その中でも一番のおすすめは揚げたてドーナツとのこと。
提供まで5分ほどの時間を要するんですけれども、他の店にはない新しさを感じることができるメニューになっています。また揚げたてドーナツに関しましてはテイクアウトも可能。揚げたてのコロッケを食べ歩きするように食べてほしいとシェフの方が話しているとのことです。なのでテイクアウトの際には紙袋に包んでコロッケのようにいただくこともできます。さてこの日に注文しましたのは、今申し上げました揚げたてのドーナツとピスタチオベリー、ベーコンエッグとカラテになっています。揚げたてのドーナツと聞くと油たっぷりでギルティーなイメージですけれども、水分や油分の吸収量をコントロールしながら揚げてくれますので、食べてみると意外とすっきりさっぱりした味わいになっています。最近ですとアイムドーナツさんなどもありますけれども、こちらはザクザクといった先ほど申し上げたオールドファッション系のドーナツになっていますので、こういったドーナツごとの味わいの違いを感じるという意味でもおすすめできる店舗になっています。こちらの店はドーナツに加えましてトッピングをご自身で選べるところも魅力的。フライドポテトやサラダなど、今回注文したベーコンエッグ以外にもあなただけのプレートを実現することができます。まさに冒頭に申し上げましたアンビバレントを体現するような工夫がメニューにも表れている、そんな店でございました。そして最後にご紹介しますのは、2022年8月にオープンしましたマーブルさんです。こちらの店も浅草橋と蔵前の中間になりますので、どちらからも訪れることができます。マーブルさんはコーヒーとお菓子が注目でございまして、店名の由来はオーナーさんの飼っています柴犬の名前マーブル。動物好きの女性2人がオープンしたお店でございまして、ドッグフレンドリーである点も個性的な部分。ワンちゃんもバッグやカートに入っていれば店内に連れていただいて飲食することができます。オープン当初から1年くらいはスタンドオンリーで運営されていましたので、人によってはくつろぎづらい印象もあったかもしれないんですけれども、2023年の10月からはこちらのおしゃれな椅子やテーブルが入りまして、ゆったりとくつろげるカフェになりました。店内は白と明るい木材をベースに作られておりまして、奥の席には天井のミラーボールが目を引きます。ちなみにこの内装に関しましては、壁の漆喰や床に貼ってあります大理石のタイルなどオーナー自ら手掛けたとのこと。また大きな窓に外から差し込む光もとても抜群でございますので、フードを注文した後に写真等をきれいに撮ることもできます。ちょっとこの日は曇りでしたけれども、これから春の季節になるにつれて天気のいい日も増えてくるかもしれません。またフードメニューにもこだわっておりまして、マーブルさんのシグネチャーメニューは何といっても動物をモチーフにしたスイーツの数々。いろいろな検証をかたどったクッキーや、最近話題のプルプル揺れる猫プリンなど、遊び心あふれる可愛くて美味しいスイーツは見ているだけでも満足感たっぷりです。この日もこれらのクッキーから1種類を注文したんですけれども、クッキー自体も種類ごとに全く味わいが違います。さっくり食感の全粒粉生地にバターの香りが豊かな柴犬、ほろ苦いコーヒー味が特徴的なブルドッグ、アーモンドプードルやバニラビーンズで香ばしいビションフリーゼと、たくさんの種類がございました。他にこの日に注文しましたのは猫プリン、そしてカフェラテです。猫プリンにはアールグレイとチョコレートの2種類があるとのことで、この日はアールグレイで注文しました。アールグレイにはタマ、チョコレートにはチャタローという名前が付けられています。もしかするとチャタローの方はタイミング次第では提供されていないかもしれませんので、インスタグラム等をチェックしてみてほしいです。この日は運よく注文することができましたけれども、早い時には13時台には完売してしまうとのことなので、お目当ての方はお早めに訪れてほしいです。またコーヒーもとても注目でございまして、半月焙煎研究所から仕入れたコーヒー豆を使っているとのことです。以上、今回は2024年最新レポート蔵前カフェ6選としてご紹介しました。冒頭でご紹介しました通り、蔵前のカフェは朝早くからやっていることも多いので、朝活にもおすすめです。最後ご紹介しましたマーブルさんに関しましては、12時オープンで1時過ぎには猫プリン売り切れてしまいますので、その点だけはご注意ください。とは言っても、どの店に関しましてもテイクアウトして品質の高いコーヒーを楽しみながら、例えば隅田川付近を散策していただくのもいいですし、蔵前自体はものづくりの街でもありますので、蔵前を散歩しつつ気になったお店があったら訪れてみて、雑貨類とかインテリア類購入していただいて、ご自身の生活を彩っていただくというのもおすすめかもしれません。もちろん少し足を伸ばして浅草や上野を訪れるのもおすすめです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。